い乗ってる。あ、できたよ。いらっしゃいませ。アクションセン。リピーターありがとうございます。ここ見てここ。ここ見てここ。これも出会いと思いますので、ぜひよろしくお願いします。出会いよ。何年後、5年後ぐらいぐらいからやっぱめっちゃ先なんや、うん、まだ若いと思いますんで、比較的ねそのズレが出てきてないって意味ですよね、本当。あ、よかった、じゃあリオまだ大丈夫なんや。でもね、女性ね、気持ちいい、ジャスティス。クレイジーよ、クレイジーよ、ジャスティス。クレイジーよ。やべやべ、ちょっと、ちょっと待ってね、はい、うん、どんどん、ちょっともう場所変えていこう。はい、失礼します。入っていこう。はい、ラッキーしてね。はい、ちょっとね、ハンド行こう。うん、ちょっと気持ちいい。マッサージ受けたことないよね、多分。初めて、ね、だからこれを利用することもあるよ、障害ね。お兄さんとか何回も来よ。毎週土曜日います。そうですか。仕事やったらいないし、楽しかったけど来るなら土曜日。そう、来るやったら土曜日。楽しかったけど、さっき言ってただ楽しかった。めっちゃ文字書くけんさ。ああ、マジですか。指のここら辺とかこっちゃうかも。わからんけど、まあ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 、指を使うのありがとう。ありますね。あるあるある。やっぱ使うからね、足とね、手は使うから、ほんと疲れがないって人はいない。肩こりはまあだんだん蓄積していくもんですけどね、やっぱり。まあ若い人も、若い頃から肩こりになってますけどね、やっぱ。え、どこまで出てきますか？大体の人って。全世界に発信されるような広田から薬で。そうなんですか？本当そうで、まあでも平均的にマッサージの利用者っていうのが、まあ25ぐらいからかな。これ？それ以下っていうのはなかなかいない。でもね、若い人ってね、18歳。え、やばくないですか、それ。いや、うちも自分お店やってますけど、ね、高校生に来るんですか。高校生で、高校2年生ぐらいの子で、うん、自分で一人で来ますからね。ホットペッパー利用して予約して。え、やば、すごいっすね。え、めっちゃ凝ってますか、そういう人たち。やっぱ、いや、まあぼちぼち。逆に肩こりってより足の疲れとか部活とかしてるね、ほらバイトとかしてたらさ、やっぱちょっと疲れ出るじゃん、やっぱね。疲れる。ちょっと行きますね。はい、まだ片手行きますよ。片手ごめんなさい、ちょっとはい、安定ガチャ。はい、お願いします。はい、明るいね。もうお兄さんも明るいですね。ぼちぼちかな。ぼちぼち。なんかもう
なんか、なんかみんなどっか行くよ。もういいや。もういいか。うん、みんなな、多分トイレ行っとんけんな。うん、もういい。後から行けばいいや。うん、後から行けばいい。うん、これも、これも、こういうのも大事。でもね、ジャスティス。気持ちいい。気持ちいい。行った時の顔ですか？でも、無理じゃりょん。今から行った時の顔なんか。今から行く。今からですよね。人生長いんだからな。人生長い。だからそういろいろ覚えていくの。まだ時間早いよ。行った時の顔とかも覚えていく。もう覚えてね。今覚えてね。今わからん。今覚えてね。忘れた。ズバリ、21歳。20歳。20歳。そんぐらいかやっぱ。今年21。お兄さん21年え、自分ですか38ぐらいなことあるいや、29そうね、そうね、ふっきりと見えた俺いや、俺は30手前ぐらいいや、自分28と思う20後半の29 35ちなみにさ、この少子高齢化止めましょうよ少子高齢化、俺は止める協力してくれる今からの若い協力してくれるいや、もう無理いや、だって絶対無理じゃねお兄さん、何目指しよう何目指しよういや、別に目指してもないけど、うんまあ自分高めかな。あ自分高めるけど、いや自分はもうあのマッサージの仕事なんで。あ働きようなんですか。マッサージの仕事。そう。あれっすサンキュッパの全身もみほぐし。そう。いや自分はあの個人店舗でやってますけどね。あのオーナーなんですけど。オーナー。すげえですね。自分の店持ってるじゃん。やってますやってます。南大分。腰悪いんですよ。腰悪い。うん、あ南マスカルですか。あのやっぱですね東洋高校東洋高校。うちメンのインダストリーの目の前ですオーマイガーオーマイガー違う残念残念残念無念無念いや明日ちょっと明日野球の試合あるで肩マッサージいやプロの人がしてくれるのいいよはいじゃあちょっともうロケブース交代ロケブースやめてやめて YouTube 乗るんでどこ肩痛いピュンかわいいよどう痛いかわいいかわいい痛くないですけどかわいいよまあ日頃の疲労が溜まってまあちょっと YouTube 乗せてくださいねいやもう乗りますダメっすダメっすお兄さんお兄さん広田さんはめっちゃ左差強くしていいよいやこれやべえですこれ乗したいってそうしたらもう自分あれですもう殺め締めて早いあんたこっちじゃん戻していいよ店ブースじゃモザイクやなえモザイクとかありなんですか思いますリオは最初からモザイクリオ今日相当化粧してきたけどおおそこ痛いそこ痛い痛いなんでなんかしてました野球しかしてない野球か野球肩使いますもんねおお肩甲骨かなそれであればね。おお。肩甲骨探し。それだ。おおじゃこれ楽にしてるね。いやだから行った時の顔。すごい顔や。一頭。広高の行った時の顔や。一頭顔。別に見たくねえな。練習試合の顔。練習試合の顔お願いします。待って取られないよ。取れないよ。え？取れないよ。どうしたら殺で言う殺。あれはそこ悪いんじゃん場所が悪い場所が。これ出した野球大丈夫ですか？これ誰の？広高よ投げるけんな広高な俺のっちそう投げるけんさコウスケはコウンケそうなコウスケはコウスケコウクはコウンケコウクコウちゃんコウンコウちゃんコウンらしいよあいつおつばんのくせにコウンケおつばんのくせにコウンケはおありがとうございますカメラマークいいじゃんいいよフリーマッサージただやるいやいいえ結構どうなんえどうなん悪いショック今度お金払ってくる残す何置いたの今何してるのインダストリーの目の前ですえ1以下1000円1以下何円普段何しよんの3200円ぐらいよしいよ普段何しよんの野球マッサージ嘘よマジ夜はエロマッサージマジかこれされよされよ徐々になこの時間は徐々にエロくなる芝居でーすよ芝居でーす奥さんに見つかるこんなもん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 飽きられ飽きられはいそんなもんありがとうございますはいお帰りありがとうございましたいえいえあれみんなどこ行ったどこ行ったなバイバーイバイバイしてバイバイしてバイバーイバイバーイまたねー。はい。